はい、皆さんこんにちは、辻家です。さあ、まあもう多分動画が出てる頃は4月になってると思うんですけども、はい、去年の3月の末ぐらいからですね、はい、小むっちさんから引き継がせていただいて、1年ですね、経ちました。はい、まあ正直1年続けられるかなと思ってたんですけど、まあなんとか、出演してくださった皆さん、そして見てくださった皆さんのおかげで、続けることができました。本当にありがとうございます。はい、でまあ1年間総括すると、まあ本当にいろんな人に出会えた1年だったかなっていうのはあって、はい、選手として別に活動とかしてるわけではないので、こうプロの選手の方に会うっていうことがなかったので、ちょっとそういうのでプロの方とか、まあ、大学の方だったり高校の方とかに行かせてもらったりして、こうテニスの輪を広げられたのは自分の中では一つ財産になったかなと、はい、思っております。はい、で、2年目入らせてもらうんですけども、まあ、ワールドテニス TV としてはもうすぐ5月から3年目という形になるんですけども、はい、まあ、もう少しちょっと僕自身がテニスやってる動画も出していけたらなというふうに思ってます。いろんなスクールなどに行かせていただいて、まあ本当にいろんな方がテニスされてるのを撮影させてもらったりもしたんですけど、まあそれやってくるとだんだん僕自身もテニスもっと上手くなりたいなっていうのも、はい、ありますので、はい、ちょっと一つ企画を考えました。1年で、フラットサーブ200キロ目指します。1年でフラットサーブ200キロ目指します。まあね、プロの選手でも本当にトップレベルの選手が200キロを出してるっていうイメージになると思うんですけど、ね、本当に何も選手として実績のない僕がこう動画を通して、まあ練習であったりとか、まあ、トレーニングとか、はい、してもし200キロ打てるようになれば結構これすごくないですか。はい、まあ本当にまだ自分のサーブのスピードもう分かってないっていう形なんですけども、何かねサーブ200キロ打てるんですとか、ちょっと言いたいなって、ちょっと言えたらすごいなと思ったので、はい、今まで通りこういろんなところにお邪魔して、撮影させていただくっていうことを、やっていくんですけども、それに加えてちょっと僕自身の企画として、はい、ちょっとサーブ200キロ目指していきたいなと思います。もう今からですね、この後、サーブスピード測ってる動画が出てくると思いますので、はい、皆さんよかったら見ていってください。それではどうぞ。はい、ということでいかがだったでしょうか。ちょっとまたこちらの画面に戻ってきてるんですけども、まあ160いかなかったぐらいでしたね、僕のサーブは。はい、ということで、まあ、200キロ、40キロ、ちょっとどうかなって思いますけど、はい、まあ、頑張っていきますので、はい、よろしくお願いします。辻元200キロ頑張ってねって思ってくださった方は、高評価と、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。特派員がですね、決まりました。ね、辻健です、どうぞ。はじめまして。では、頑張ってね。はい、はい、よろしくお願いします。じゃあピンクステリスアカデミーの代表奥田祐介と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
SYS テニスクラブ所属の西脇克樹です。商業開発所属の長嶋健太です。お松井と申します。よろしくお願いします。こんにちは、テニス部でコーチさせていただいてます野口と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。近畿大学4回生で、師匠をしてます松本一樹です。師匠になりました、岩原達也です。練習会でイベントを作ってきました。沼尻圭介です。今23歳で山木所属で選手活動してます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。西村由紀です。よろしくお願いします。じゃあ今日はなちぃさんです。はい、よろしくお願いします。2020年一発目のゲストは加藤美優選手です。はい、よろしくお願いします。お願いします。お三方に、はい、来ていただきました。はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。石村真由さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、この前にどうせぜひ応援しに会場に来てもらえると嬉しいです。テニスプレイヤーの平野です。